で、また、あれでしょう。こういうところ行ったら受付嬢がなんかトラブル起こすんでしょよく分かってらっしゃる。え、この人誰だっけ？大団長？杖持った人？あ、違うか。ライオンのたてがみみたいな人。ラージャンじゃん。ラージャン。この人何？ラージャン擬人化なの？その人ラージャンの擬人化だよ。マジか。遅くなったな。新大陸の何かが動き始めた。すんげえゆっくり歩いてるけど。ああ、そこ遅いよな。覚悟はいいな。ことが進み出したら、泣いても笑っても、あとは終わらせるだけだ。はい。それに、その後ちょっとものすごい作業が始まるから、何？大変だよ。あ、クリスタルというかなんか鍾乳洞みたいなところ歩いてるけど。あ、そう。そのエリアでノバクリスタル出るからええー、ちょうどいい。もうゲットしちゃったけこの先だ。しちゃったか。まあでも、まあまあ使うから取っといて行き損まはしない。ょう。よし、行きますよー。血脈回廊。いや、ほんとさ、いつ見ても、ムービーがツインテおじさんだからさ、台無しなんだよ、な。台無しにしてんの。いや、だって だって、いや、ここにはさっきの結晶がム投ービー入はされさ、た。ムービーとして、キャラクターあんなはに大別き物なだと思っもてたのからをさ。一体どうやって。別物なそわけいないつでしはょ。分からんが、最初、あれのキャラメイ影響クするか。前までは映ってなかったし、ここはそれ命にのエ頭ネル装備をギーに外せ満ちるてことる。は知らなかったし。そのせいであらゆるモンスターどいもや、がやたらとそれ強い。故意で外してるんじゃないの。いや、外してる。外してるけど。ドアップしないでくれ、この顔。どうした？よし。本当に俺それも軽く発狂したわ。とにかく歩く。とにかく探す頑張っ痕て。跡。単純だな。よっしゃ。方法、あ、痕跡集めね、痕跡集め。そう。ならこんばんさ、は。ならフリクエとか適当にやって痕跡探せばっいいんてじゃ思ねうじゃん。え。ああ、ここじゃないとダメですそういうっのじゃて。ない。そう。探こんしばて、んは。彼。はい、こんばんで、は。マップに開いたらさ、なんつうの、バツ印のってね、傷跡みたいなバツ印、どれ綺麗どなれ。バツじゃなくて。あ、乗ってるね。うん、乗ってる。そこ行こう。オッケー。めっちゃ近いけど。そうだ、今はね、僕が全然任務を進めてないからね、僕のこの周回エリアに来てもね、他の人たちだけで楽しむだけの周回エリアになってるから。俺もちょっとすぐ終わるね。すぐ終わるじゃねえ痕や。あり跡まあっした。た。ネルギガンテの痕跡です。もうそれをひたすら集め集ろめる。と。本当に来た。ツインテおじさん、ドアップ大変ムービーだ。が来たぞ。なんでそのマップの何かモンスターもえ、何これ？見つけるっていうか、なんか、裏眼金っぽいやつ。いる。あ、ていうか裏眼金だ。 ほんとさ、ラドバルキン見たとき、裏眼金のパチモンじゃいんっや、つっそうて、そうそう。めっちゃバカにしてたよ。急な信号出せないだと。じゃあ倒さなくていいんだよ。あ、倒さなくていいの。そうだわ、今、痕跡を探見してるんだだかけ。ら。そう。お前と遊んでる暇ない。いや、ついてくんな。あれ、これ採掘かと思ったら違うのか。お、なんだ？アビスマリンってなんだ？生産アイテム。その食材じゃない、そういうの取ってると食材増えたりするからへやった方がいい。え。え、食材ってなんか依頼よこしたら集めるとか以外にも。それだけじゃないんだよね。へえ。それと地域の特産品で食材も増えるからね。もう本当にめんどくさい。無知だわ。
俺まだ食材揃ってないもん。でも食材ってもうとにかく集めまくっていいものもたくさん集まったらどんぐらいパラメータアップするんだ最大。え、普通に体力スタミナ50-50。あ、それは固定なんだ。まあそんなもんだよ。なんかこのゲージがさ、あの画面の右端まで届くぐらい上がるとか。それはやばい。それはないか。あ、でも体力増強っていうスキルで体力200までは増やせる。へえ。方向音痴だからさ、こっちに残れんだ。まあまずマップを覚えなきゃね。マップを覚えなきゃって言ってもさ、古代樹は覚えてねえよまだ。古代樹は覚えなくてもあんな無理でしょもう。いまだに変な洞窟入ったら俺迷うもん。元来た場所に戻ってくるもん。うん、よくある。痕跡がねえ。裏側に行った場所に戻ってきた。早速。あ、あっちに行けんのか。戻るか。この青の痕跡集めをひたすらやらないといけないのか。そうなんだよ。ここにもネルギガンテの痕跡がありますね。本当に。それもうやってて飽きちゃう。ムービー来たわ。起きた？いやー、ついてるのは。だろうな。ドドカマル。ああ、ドドカマル。ウラガンキンといい、このモンスターといいな、アゴ系モンスターだけど。確かにそうだな。で、あんたと戦ってる暇はないの。こけし持ってくればよかった。いた。え、何、爆破やられ状態。あ、治るんだこれで。ああ、それ回避して剥がさないと。あ、なんかあったかもしんない昔。うん、あるよ。何ここ。クーラードリンクなんて持ってねえ。こんな時は。あ、あのそこら辺のね、白いキノコ取ったらクーラードリンク。あ、作れる。作れる。もう現地調達できちゃう。ウラガンキンいるし、なんでよ。さ、クーラードリンク、ホットドリンクの存在も忘れてたわ。あ、今回ホットないよ。え、ないの？ないよ。なんで？なぜかクーラーだけある。あ、これかな？ひんやりだけあった。これでしょ。よし、オッケーオッケー。痕跡どこさ。頑張って。なんかこの辺の生産アイテム採掘系は、採掘で最終系は高確率でいいものを取れんだ。こんなところにネルギガンテの痕跡が。そうなん。いい感じで探せていますね。ちょっとポイント高めな。なんかそんなスキル持ってないよな。その採取ポイントキラキラしてね。ああ、してる、してるかも。ああ、キラキラしてんだったら出やすくなってる。ネルギガンテの痕跡はもう OK だ。で、あ、OK なの？ OK。マジ？早くね？つまりあなたが時間かかりすぎてるってことだ。嘘だろ、お前。あとはね、モンスター、大型モンスターがもう一体どっかにいるはずだから。あ、いたー。今見つかった。嘘。やったぜ。俺の1時間返して。面白い髪型しやがって。ボルガノス、全然知らないモンスター。
応セカジーでいたな。セカジーやってないから分かんないんだよ。あー、ダメだ。ダメ？ダメではないだろ。よし、OK。いろんなモンハンをやんないと。そろそろアステラに戻るぞ。はい、帰ろう帰ろう。まだまだ十分ではありませんね。痕跡十分じゃないってよ。あー、2回目ある。でも2回目はね、すぐ終わる。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしく。バゼルギウス出た。こいつらお疲れ様ですって言ってよろしくって。どう、出たエネルギーがあって、はい、ヘルプミー信号発射だ。あ、これ攻撃食らってもセーフだった。早っ全裸待機しててくれた。ありがてえ。スタミナが全然なかった。これいけっかな。よし、わしはいった。助けてくれ。ツインテがもがれる。もがれる。何おじさん。それもポニーテールおじさんになっちゃう。ポニーテール。あ、1個なよ。1個なくなったらもうポニーテール。あ、ここか。でね、秒で麻痺でいいわ。あ、ちょっと動かないで。それは無理な話だ。そろそろ麻痺入るはず。お、入った。はい、入った。こいつ尻尾切れるよな。よいしょ。切れる。ちょっと頭いきたい。あ、頭硬いのか。ダメだ、頭硬いのこいつ。あの、いや、針が白くなるとやばい。あ、これ頭の、これ、あ、何これ、髪の毛じゃなくて針だったの。針で、黒い間は本当に硬いから白いとこ狙って。尻尾だわ。せい。これはもうレイヤーと同様に秒で終わりそうだ。2回目のマヒ。あれ、こいつ本当にマヒ入るんだよ。よいしょ、まあ、マヒは。よし、切れた。銀がなくなった。ん？その武器、あ、弓か。弓出た、達人。おお、これ最強。体力の総意だもん今。あ、まあ全然。あ、逃げちゃった。早いな、逃げんの。あら、あいつそっち行くんだ。え、クーラードリンク。クーラードリンク置いてきちゃったけど。ああ、現地調達するしかねえ。はい。あ、でもこの辺にないんだよな。まあいいや。つら、光ゴケしかない。そっか、羽あるからそりゃ閃光玉が効くな。本当じゃあ閃光玉万能すぎるな。そう、めっちゃ閃光玉はね、絶対持っていた。わしはい、今小屋しかないわ今。小屋しはダメだよ。野良で嫌がらせをしそうな小屋しだわ。あー、確かに。こういう時に閃光使うね。
ああでも無理そう。なーい。あでも飛ばないのか。うん。こいつどこ行くの。開いて。ああ。体力装備いいな。もうちょっと効果長くてもいいけど。あ、それね、効果時間とかじゃなくて追加の体力があるってだけで。ああ、攻撃を食らうとすぐなくなる。そっか、通りで俺すぐこれハゲるわけだわ。なん、保険でそれただの。あ、なんか落とした。早い。しっぽ。あったあった、落とし物がある。どこだ。弾弾弾。え、やった。こいつ今欲しいな。こいつの弾ではないんだけどな。何してんの。めっちゃ張り出してる。この張り手ダメージ判定あるらしいからね。本当にちゃんとあるんだよな。いや、どうもどうも、帰ってきたよ。ムービーではね、サモやってきたぜって顔してるけど、4人で、他4人ってか他の3人が主に。そんなモンスターがいるだなんて、新大陸に来るまで思いもしませんでした。やつは膨大なエネルギーを求めてここにやってきた。言ってみりゃこの地を乱した一本の矢だ。なるほど。異物が排除された今、古竜たちの動きも収まるだろう。本当によくやった。じゃあ戻るか。団長がでかいせいでツインテおじさんちっちゃく見えるな。どうした。はい、気になることが。ちっちゃいツインテおじさん。うん、いや、親子サイズだ。そもそも親子サイズ。どうしてここはこんなにもエネルギーに満ちているのでしょうか。ああ、親ラージャンか。親ラージャンなんだ。自然に発生するとは思えないんです。ああ、どうやったらラージャンからツインテが生まれるか。縛ったんだ。いや、あの後頭部の髪をダブルにしただけだよ。はは、高だった髪の毛。こっち ラージャンおばさんもいるもんな。あ、確かにいるな。いや、髪型なんかほとんど同じだけど、もしかして。こんにちは。お母さんか。お母が。まさかの。古代樹と終わり塚でコリオの痕跡探せってよ。知らない。いや、そこちょっと軽くネタバレなんだよな。あの、その痕跡の主のクエストを俺が貼る。はい。すると、まあそっちが参加する。はい、クリアする、はい、痕跡 100%。 素晴らしい。貼ってくれ。はい。これもうさ、あの攻撃を集め終わる前にどんどんさ強いモンスター大量に出てくるからさ、そのうち装備一つ集まんない状態で亜種の装備作らずに終わるぞこれ。うん、うんじゃねえが。これか、これどこで分けばいい。大割塚キャンプかな、多分。はい。テオテスカトルって、うん、あのボード見てたら普通に行ってる人いるから知ってたけど、セガジーとかでいたモンスターだっけこれ。うん、いた。これでこのクエストについていったら痕跡がもう見つかってると。 100% クリアするだけで 100%。 素晴らしい。痕跡どころか痕跡主を倒しちゃえばいいっていう。
そう。さて、救難信号飛ばすか。任せるわ。一応置くと。これ岩貫通してんのかって。そうなんだよね。おこいつ？ん？こいつ。早っ。そのすぐそこ。ああもうね、レイヤー足よりこっちの装備の方が強そうだな。うん、多分強いか、多分ってか普通に強いよ。何のための攻撃集めだったのか。何のためのチケットチケットが取れもしない攻撃に全部溶けてったぞ。いて、あ、もう火属性やられやだな。お、ここなんとか乗りたいな。本当普通の攻撃下手くそだから、乗ってばっかりだから普段。まあ、ここちょっと乗るのきついな。誰か振り上げてくれてもいいんだよ。俺は無理だ。そうだった。誰も振り上げれる人いなくないか。うん、むしろ俺が振り上げればいい。今入ってきた人。え、その装備弓の装備、弓だっけ。今弓だよね。弓だよ。弓って飛びのレールの。まあやろうと思えば。お、あんまやんないけど。乗る？吹っ飛ばすよ。あ、待って待って、今はダメだよ。はい。いや、まあ、でも事故りそうだな。大抵事故るから。ああ、熱いの。これ危ない危ない。そろそろ、ああまだか。これ乗れねえな。あ、これだ、これがやばい。何これ何これ。おお、あー、ナイス。そもそもやばい攻撃が見れないっていうね。あれはもう先行やってくださいっていう攻撃だから。あれ、攻撃範囲はめっちゃ広い。もう説明しづらいけど、とりあえず広いよ。いて。ん？ドイツの方がこの人。当たんない。あ、これドイツ語なんだ。ドイツ語。さすがだ。あ、ここなら。くそ危なかった。ここならうまいこと。犯人はジュラとドス1等分ですね。え、さっきの攻撃ジュラとドス1等分。適当。あ、そうなんだ。と思ったら適当だった。なんでよ。よし、ここから飛び乗りで。まあ、確かにそんぐらいはあるわ。よいしょ。もう一丁。危ないって。おお。素晴らしっこいよ。せいや。ダメか。俺はお前に乗りたいんだよ。あ、今飛ぼうとしたの。参加させていただきました。よろしくお願いします。よろしくです。早っ。ね、一瞬で落ちた。頭行きたい。おら。攻撃が集中するとすんげえ重たいっていうね。スーパーノバって呼んでますけど、正式名なんでしょうね。あのさっきの強攻撃に正式名があるんだろうか。スーパーノバ。あ、スーパーノバだろ。なんかスーパーノバって呼んでる人がいたらしいんだけど、さ、元からスーパーノバっていうのがあれらしい。らしいってことはそれ噂じゃない。いや、俺もスーパーノバってみんな言ってるから、そうなのかみたいな。じゃあもうスーパーノバでいいわ。まあ、スーパーノバ。あ、死ぬ。体力減ってた。大丈夫か？あ、癒しがある。ここに癒しがある。
危ない危ない。でも体験は本当研ぐ手間が全然なくていいわ。攻撃回数少ないもんね。あ、出た。早く飛べ。おお飛ばせない。あー終わった。これにより痕跡は OK と。うん、こいつの痕跡 100% マイナスイオンの円筒。なんかいいもの。ああ鎧玉。これがもっといい鎧玉ってやつか。何色？茶？茶？ああもう一個ある。なんかこういうの見るたび見るたび、そういえばサードとかの頃あったなって思い出してくるんだけど、ほんとほんと記憶が曖昧なんだわ。サードの時あったな。温泉あったぐらいしか覚えてないから。あったな。